寂しい。そして帰るのがちょっと怖い。日本でこんなことがあったら多分あれだよね、全国放送になってもう記者会見だよ。ございます。キヨです。今日はオタワ3日目です。今日はね、一人行動で行きたいと思います。昨日もオタワ中心部、ダウンタウンに来たんですけど、ちょっと私が行きたかったところが行けなかったので、今日は一人で、オタワの街を歩いているところでございます。これから、行くところなんですけど、ナショナルギャラリーオブキャナダかな、国立美術館になります。カナダのね、やっぱりここは首都なので、国立美術館もこちらにあります。というわけでそちらに今日は行きたいと思います。やっぱりなんか中心のね、カナダの中心の街というぐらいなので、とてもお金がかかってる高級な感じがします。この街並みもやっぱりなんかちょっとヨーロッパみたいな感じで、またちょっとエドモントンとは違う雰囲気がしますね。あとやっぱりフランス語がすごい来ることが多いです。はい、なのでちょっとなんか北アメリカにいるっていう感じよりかはもっとヨーロッパにいるような感じがしますね。今日マイケルと喋ったんですけど、なんか昨日はもうエドモントン雪が降ってるみたいで、今日は気温はマイナス9度だったみたいです。まだね、オタワは4度とか5度ぐらいで、まだ少しは暖かいですけど、もうエドモントンはもう冬の冬ですね、になってしまったみたいです。寂しい。そして帰るのがちょっと怖いオタワは暖かいので、ちょっとこの暖かさを満喫してみたいと思います。っていうかもう日本でいうもう真冬なんだけどね。まあカナダにいるとこれぐらいがまあね、10度以下の気温がまだ暖かいっていう風に感じられるようになりました。ちょっと悲しいんだか嬉しいんだかよくわかんない。ナショナルギャラリーオブキャナダに来ました。国立美術館ですね。はい、というわけで入ってみたいと思います。入場料はね、多分ね20ドル、2000円ぐらいかな、だと思いました。これみんな東京にいる人たち見覚えないかな。はい、六本木にあるやつですね。六本木にあるやつと一緒です。はい、というわけで行きたいと思います。はい、というわけで今中に入ってきました。ですね、私はエドモントンの美術館の年間パスを持っていて、今それを使えて無料で入れました。なのでもし年間パスを持っている方たちは一回ちょっと入る前に聞いた方がいいかもしれないです。でね、いつもカナダに来るとこのカナダの美術館はこのシールを貼っていくと、もう入場料払いましたよっていうことになるので、見えるところに貼ってください。今ガイドプランももらってこれから行きたいと思います。だけど中国語とか韓国語とかは多分あったけど、日本語のフロアガイドはなかったみたいなので、はい、今回は英語とフランス語のフロアガイドをもらいました。
朝食を終えたので、これから移動駅かなに行って、電車に乗って、そこから、ビアトレインの駅まで向かいたいと思います。はい。はい、今リドーに着きました。リドー駅に着きました。これから電車に乗って、ビアトレイン駅、オタワ駅まで向かいたいと思います。はい、今リドーっていうところから、トレンブレイっていうところまで行きます。なんかね、エアポートからは結構遠いんだけど、このビアトレインっていうところはすぐ近くなので、オタワに来る際は、まあ、トロントとかね、あと、モントリオールから来る人たちは多分ビアトレインっていう電車を使った方が早いかもしれない。今ビアレイルの駅ですね、オタワの駅に着きました。すごい意外と5分ぐらいで着いちゃった。なんか余裕持ってあと2時間ぐらいあるんだけど、どうしよう。なんか暇を潰さないといけなくなっちゃった。もうチケットはオンラインで買ってあるので、そのまんま中に入っていけば大丈夫だと思います。ただね、なんか日本と違ってやっぱり電車がいつもなんか時間がすごい変わったりするのね。だからそういうところもちゃんと見とかないといけないから、結構神経ピリピリするんだよね、入る前は。ちょっと今どういう風な状況か、電車が遅延してるとか、あとプラットフォームが変わるとか、そういうもしかしたら情報が流れてるかもしれないので、早く行ってで電車の情報は見るのをおすすめします。あと2時間あるから、はい、私は大丈夫だと思います。チケットをチェックして、これから電車に乗りたいと思います。というわけで今やっと着きました。本当は4時半に着く予定だったんだけど、まさかの5時半です。ちょうど1時間遅れました。しかもね、なんか20分ぐらいなんかずっと電車が止まってて、
全然動かなかったんだよね本当に。まあこんなものかなって感じです。カナダはまあね、日本でやったら、日本でこんなことがあったら多分あれだよね、全国放送になっても記者会見だよ。We'll be right back.